人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。今回はアメリカのカリフォルニア州アナハイム市にあるディズニーランドが13ヶ月ぶりに再開したという話です。現地時間の4月30日に2020年の3月以来、新型コロナウイルスの影響でずっと閉園していたディズニーランドが13ヶ月ぶりに一般客を迎え入れました。これはですね、レジャー産業が復活し始めたということで明るいニュースです。私、下にリンクを貼ってありますけども、2020年の12月末に娘の誕生日、新型コロナ、アメリカコロナ死者1日3700人超というブログをこうアップしたんですけども、残念ながらですね、私のブログ11月から1月の間に20本削除されてしまって、そのうちの1本がこれだったんですけども、そのブログにこう添付している動画、 YouTube 動画が残っているので、ご覧になってください。この動画をきっかけに、私の YouTube 動画の視聴回数が、コンスタントに、見桁いくようになったんですよね。そういった、ある意味、記念すべき動画なんですけども、私の娘は、ディズニーランドで、ギフト関係、ホテルを含むんですけども、それの仕事をしておりまして、この13ヶ月ずっとですね、自宅待機で、失業保険をもらいながら生活してました。やっとですね、仕事に復帰できたということで、サムネイルに私の娘の写真も貼ってあるので見てください。カリフォルニア州というのはコロナに対してかなり厳しい州だったので、そこでですね、こういったレジャー施設が、オープンできたということは明るいニュースです。同じロサンゼルスにある私のスパもずっと閉まってるんですけども、さすがに岩盤浴とかお風呂はまだ許可が出ていませんけども、いずれこう出てくると思います。こうやって緩和されているのは、一つはですね、このワクチンの接種というのが、アメリカの CDC、疾病対策センターによると、ワクチンを少なくとも1回受けた人が1億4370万人に達したそうです。これはアメリカの全人口の 43% にあたるんですね。こういった、いろんな経済活動が開始された動きはアメリカの国内線にも影響しています。アメリカの TSA 運輸保安局によりますと、アメリカ国内の空港の保安検査場、これを通過した人数というのが4月下旬に2019年の同じ時期と比べると5割から6割の水準に戻ったそうです。相変わらず企業の出張利用というのは鈍いのですけど、観光目的で利用客が増えているそうです。アメリカの航空各社もですね、例えばデルタ航空は5月末までに顧客の 75% がワクチンを接種する見通しであるということを発表してますし、アメリカン航空は夏の旅客収容量の 85% が国内線にこう振り向けられて、明るい展望を持っています。ユナイテッド航空もレジャー回復を受けて春と夏のスケジュールを調整したということです。国際線はまだまだですね、いろんな国の規制が厳しいので利用客は少ないですけども、国内でこういった動きが活発化してきています。例えばクルーズ船ですね、各社とも7月には運航再開をしようということで政府と協議を進めています。政府の方も、乗組員とかですね、お客さんがワクチンの接種を証明できれば、
まあ、そういった再開手続きを、まあ、簡素化する方針をこう伝えているということで、まあ、こちらのクルーズの方もですね、夏ぐらいには再開される見込みが多いと思います。まあ、こういった明るいニュースが続くんですけども、ただですね、このコロナ禍で人々の行動パターンというのがだいぶ変わってきています。例えば、まあ、映画、まあ、映画館ですけども、だいたい3月から、まあ、映画館はこう再開が進んでるんですけど、4月のですね、興行収入を見ると2019年の水準と比べて約2割にとどまっています。特に、まあ、こう週末普通はね、こう人出が多いはずなんですけども、まあ、なかなかお客さんが入っていない映画館が目立ちます。今新しい映画もインターネットでこう配信されるようになったので、人々は映画館に行かずに、まあ、自宅でこういった映画を見るようになってしまったんですね。なかなかですね、コロナ前の状況に戻るのは、まあ、難しいかもしれませんけども、まあ、少しずつ明るい兆しが見えています。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。